ムビジョン代表の小島と申します。よろしくお願いします。この度はご着任おめでとうございます。なお弊社日頃国防運営隊の協力を得まして、企画作品等を制作させていただいております。日頃大変お世話になっております。ありがとうございます。2つちょっと観点を変えた質問させていただきたいんですが、1つ目は、総監が自衛隊に入隊された昭和61年という年は民間の景気が大変良かったということで、吉田総監 の人生の選択肢にもいろいろあったかと思うんですが、その中で自衛隊を選ばれた理由、そして今自衛隊は大変な募集難を迎えておると聞いております。今後自衛隊を目指す若者たちにとって自衛隊に奉職する魅力とは何かと問われたときに総監はどうお答えになるか、以上2点でございます。どうもありがとうございます。まず自分の入隊動機なんですけども、もともと私は国の仕事に就きたいと思っておりました。で大学3年の時にたまたま読んだ本が大平内閣の総合安全保障という本でございまして、あ、こういう分野がこれから大事だなと。その一方で自分自身はできるだけ現場にあるところ、現業部門に就きたいという思いもありまして、自分で本屋等で調べたところ、自衛隊という安全保障を現場でやれる部署があるということを、知りまして、そこに意味を投じてやってみようというのが入隊の動機でありました。一方で、東京生まれですと北海道のように身近に実は自衛隊の存在はありませんでした。なので、相当清水の舞台から飛び降る気持ちで入隊をいたしましておりましたが、そういう不安のある自分でも最初の北海道の留萌の初任地小隊長として約30名の部下を普段から持たせてもらってましたが、自分の父親のような年齢もあり、全て実は自分の部下の方が私自身よりもいろんなことを知っている、そういう部下が本当に物心両面この小隊長を育ててやろうとして私を支えてくれました。こんなに強い温かい人間関係は私は他の職場には決してないと、その時の経験がこの30数年自衛官を続けてこられた一つの原動力になっていると思います。今若い人たちいろいろなことは言われておりますけども、自衛隊に入ることによって一つは、そうした今一般に苦手と言われている人と人との関係、これをコミュニケーションをしっかり取れる能力が隊員たちはつくことができると思っています。また困難に向かってチャレンジをしていく、そういう力もついていくことができると思います。自衛隊に入り、そのまま自衛隊に残る場合、社会に還元する場合、どちらにしてもそうした付加価値をつけることができる、そういう職場というのがこの陸上自衛隊ではないかというふうに認識をしております。ありがとうございます。